こんにちは、アシスタントのガルです。はい、じゃあ今日は、はい、サイさんが今までやってきたことに基づいて実践経営の話を今日はサイさんにしてもらいたいと思います。はい、はい、またこうガルがちょっと絵を、うん、そう、今回はね、結構何回かもうタニさんから実践系の話聞いてて、それでちょっとこんなイメージの絵を描いてみて、今までできた重要なキーワードをこうやってまとめて、副企業、ブルーオーシャン、マーケティング、インキュベーション、まあこれは私が経営学部で先生から教わった言葉をまあピックアップしてるんですけど、そんな感じでなんかこう私がこういうね、かっこいい顔を知る中二病全開のねイラストを描いてみました。はい、ガルがイメージする社長さんのこの、はい、頭の中身っていうかね、イメージ、うんうん、どんなイメージ持ってんの？経営者に対するイメージですか？はい、それはもうもちろん、うん、まあ頭がもう勉強ができて発想力があって、うん、でいい大学を出てる、うん、もうなんかすごい頭いい大学、おなんかマーチ以上の大学を出てるで、それでなんか親もお金持ちみたいなイメージもありますね。あ、そういうイメージなんだ、うん、あ、じゃあ今日はね、経営者の偏差値、僕 の、 46年間のね、うん、実際に会った経営者の人たち の、 実際の偏差値ね、うん、まあ、分かりやすく言うと頭がいいか悪いかってことですよ、うん、今日そのリアルな話をしていきます。はい、はい、名付けて事業家偏差値。おー、ね、まんまやな。ABC ランドとかスマートライフの時ね、かわいい女の子を顔面偏差値って言ったけどね、うん、今日は事業家偏差値。いいですか？で、ガルね、いい？何でしょう？ここから僕46年間、いいですか、はいはい、46年間1年365日、うん、ね、1万5000日ですよ、ね、46年間で1万5000日って、はい、なんかもうちょっと多いですね。まあ、ちょっと僕がね、ちょっといないあれあったんで、それまた話すから。いないね。ちょっとそれは除いて、約1万5000日の間にですね、もう調べたんですよ。ね、6万人以上の経営者の方とお会いしてます。名刺交換してね。やば。6万人以上。顔めっちゃ広いじゃないですか、じゃあ。いや、まあ、もう石油からカラオケからいろんな事業やるとね、うん、取引先とかいろんな向こうから来るんですか？向こうから来るし、僕からも、ね、あ、挑んでいった、挑んでもうお邪魔したこともあると、うん、この46年間でね、うん、6万人の経営者の人と会いました、ね、いろんな話をしました。いいですか？会いました、ね、でみんな友達になったんですか？友達になって友達になった人もいれば、ね、そのまま別れちゃった人もいるじゃん、ね、なるほど。で次にね、その社長さん一人で来ないんですよ、うんうん、大概取り巻きっていうかね、まあ、部下 2,3 人連れてくると、うん、ね、まあ、名刺交換、不動産から全部含めてよ、うんうん、20万人の僕人と名刺交換してるんですね。最低20万人以上、いいですか、僕がお会いしてるんですね。名刺の山じゃないですか、うん、まあ、その名刺もどっかいろんな会社変わるたびにね、うん、今残ってるのがほとんど少ないんだけど、20万人とお会いしてきました。いいですか、うんうんうん、ね、でこのいよいよ偏差値ね、ちょっと大学に例えるとですよ、うんうん、まあ、もうしつこいけどね、僕が6万人経営者のあった中でガルね、うん、もうこの人には僕生まれ変わっても勝てないと、うん、あ、もう最強のラスボスがいたんですか？いや、もうね、偉人だね。もうしつこく何回言ってますけど、うん、もうこれ江副広正、聖徳太子みたいな感じですか？全然違うけど、あ、まあ、リクルートの創業社長、本当にね、この人がリクルート事件で、ね、マスメディアに、追いやられなければね、日本からいい、要するに Google だとか、うん、Facebook だとか、ね、Amazon まとめたような会社を江戸さん一人で作ってますからね。いや本当ですよ、もう日本の経済ギュルンギュルンに回してる、もうすごい勢いでやった方ですよ、この人はね、うん、ね、そういう江戸さん、僕はね、この人と2回自慢じゃないけど食事したって話してね、あ、もう会えただけで光栄みたいな感じ。いや、もう本当光栄です、僕 の、うん、自慢です、はい、あ、そうです、ね、この人にはもうどう逆立ちしても勝てない、生まれ変わっても勝てません、はい、うん、それはめっちゃ言うで、6万人の社長の中でね、やっぱすごいなという人は10人ぐらいいました。10人ぐらい、少ないですね。少ない、10人ぐらいですよ。6万人で10人
6万人の中で10人ぐらいね、うん、いやこれすごいなと、大したもんだなという社長、私にとっては社長って時点でみんなすごいように感じますけど、後の人は、うん、いや僕のは優秀だぞとか、みんな思ってますよ絶対。いやいやいや、まあそうだよね、うん、僕のは優秀だとね、うん、まあそれなりだなという人ばっかしでした。実際にお会いしてね、いいですかね。でだから江戸さんはもう72、もうそれ以上ですよね。で普通が偏差値50、普通でしょ、ね、うん、まあ普通ですね。でまあこのエフランとか、ボーダーフリーって言うんだね、大学はね、まあ35以下以下ってあるのかい今実際には。いや名前かけるだけね。いやそんなことないんですよ、うん、でボーダーフリーにもいろんな意味ありますから、はい、それでガルトはなんだかんだこの4月からねこの9月まで6ヶ月間、はい、まあ、いろんなビジネスの話とか ね、 半年間ね、この YouTube の打ち合わせとかいろいろやってきたよね、はいはい、いろいろね喋ってますけど、うん、まあご飯まで一緒に食べた、はいはい、その中でもこれから正直僕のこの偏差値レベルどのくらいだと思う、はい、いやもうなんか言うなれば私にとってはもうなんだろう、うん、なんかもう友達みたいに話せるんで、うん、でもちょっとこのちゃんと、いやもう本番だからちゃんと言って。いやそれも私の偏差値を公開してるようなもんじゃないですか、うん、いや僕の中偏差値はどのくらいよ。いやこの辺り、はい、ボーダーフリー、これボーダーフリーかなみたいなところ。いや僕だよ、うん、これ、うん、でいやいやいやこれね、僕YouTube やってよかったと思います、この6ヶ月間ね、うん、過去を振り返ってこれは YouTube 僕は最初1回目から話してますように、自分の子供たちにも見てもらうようにね、もう事実を淡々とお話してるチャンネルにしてるんですね。で分かったことは YouTube やって今6ヶ月で良かったこと一つ。何ですか？僕は頭悪いってことが分かりました。わあ、おめでとう。いや本当に僕は頭悪いじゃなかった、悪いんだなと、うん、そうだ、うん、だからまあガルスね、これちょっとF ラン BF ボーだったらしないかもしれないけど、本当に僕そう思いました。国語算数理科社会はできないって感じですよね。まあできないけど、まあできないけど、できないでも経営者の中でも頭は著しく悪いなと、これ本当ですから思いました、うんね、頭悪いにも種類ありますけど、まあまあ頭悪い、いい方じゃない、まあ、頭悪いんだ、しかもいい方じゃないね。で先ほど言ったようにね、この社員の方ね、社員の方この取引先企業の6万人の社長が連れてきた社員の方20万人、この方の平均値は社長より上です。いいですか？頭いいんだ。うん、これ大事なことなんだよね。サラリーマンの方も今企業経営者の方もこれから起業する人も、これ僕の経験則、46年間のリアルな経験則を今日は真剣に話してますが、サラリーマンの方が絶対的に頭いいです。でもそんな自分の上司がバカでいいんですか、サラリーマンたち。でね、大事なことはね、大事なことはじゃあサラリーマンと経営者の違いなんだと、うん、これはねもう事業を思い切ってやろうと飛び込もうという勇気、うん、なるほど、ね、それからあともう一つは想像力、この2点だけ。あとはサラリーマンの方が頭いいんです、これは分かりました。言われたことはできるって感じ、うん、だって会社を動かしてるの多くがサラリーマンじゃない、うん、確かにいなきゃいけない、ね。もう一つ重要なことは、大学そうでしょ、いい大学出た人は官僚一流企業に行くんでしょ、うんうんうん、つまりさ、頭のいい人はやっぱし守りに入るんだよな。そうですね、この、まあ、せっかく今ある武器を使えるわけですから、うん、そうだよね、大学の。だから頭の勉強ができた人、いい大学入った人は当然いい会社に入る、うん、選択肢がいっぱいある中で起業家になんてならない、ね、ならないよね、やっぱリスクあるもんな、うん、リスクありますから、うん、なのでここの違いだと思うんですね、僕はね、うん、で僕らみたいな頭悪いのは会社にいい、ブラって言わないでください、会社にいい会社に入ったって、うん、出世できないでしょ、まず入れない、ね、まず入れない、まず無理なんだよ、ね、で出世は絶対望むべくもない、うん、だから自分でなんかやるしかないんですよ。そうです ね、やっぱりいい暮らししたいなと思ったら、うん、この違いだけでした。皆さん頭悪くていい暮らしするなら起業しかないってことですか？そうなんですよ、まとめると。でなるほど、前から話してるようにこれからね、日本のサラリーマンってのは今知ってます、 OECD ってあるね。 OECD って分かりやすく言うとね、経済協力開発機構。何ですかそれ？まあ、これ覚えないで、まあ、話すと長いから、うん、で大事なことはいいですか、2019年の資料によるとね、日本は平均給料よ、日本人の平均給料、うん、
韓国よりもイタリアよりもスペインよりも下だからね。え、なんであんな頑張ってるのに。いやいや韓国より下なんだよ。みんな社畜なのに。下なんだよ。つまり日本のサラリーマンはこれから給料が本当に上がらないし、うん、あ、くそったらいいんじゃないですか。だから僕が前も話したように、ね、起業は怖いよねと。でも副業も怪しいよね。だから副起業という、あの、名付けたように、ね、リスクをなく、リスクなく小さなビジネスから、ね、うんうん、やっていきませんかと。それをね、僕はね、夢ありますね、うん、ガルはちょうど経営学部の今2年でもうすぐ3年だよな。あ、そうです、はい、だから僕はあの、僕ガルと一緒にですね、まあ、いろんなフランチャイズのね、うん、あのことを尋ねたり研究したり、それからあ、ネットに出てるね、うん、これ儲かりますよというビジネスのね、探求したり、そういうのをちょっと実際に聞いたり、うんうんうん、ね、リアルな話もこのチャンネルでね届けていきたいなと。いいですね。ああ、で、出回ってるそういうあのこういう仕事で100万儲かるぞっていうのを実際にちょっとやってみて、そう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 、レビューしてみるみたいな感じ で、あの僕の希望はね、うん、もうガルもね事業家デビューさせたいんだよ。わー、うん、おかげだ。もうこの絵にあるようにね、はいはいはい、ガル、あ、もう大さんおかげさんで金持ちになりましたと。ああ、ね、もうね安らかに眠ってくださいって。授業面白いですよということをね、この大学あのあと残り2年間だ、うん、ある間にある間にね、まあ就職も同時に活動するのはいいんだけど、そう、なんか最初の1年はとりあえず就職するっていうのも経験だからって言われたんですよ、うん、だね、はい、うん、だからまあそれもやりながらね、もし、ビジネスのチャンスがあればね、それはそれでいいと思うんで、うん、まああのぜひこれも続けていくんで、ぜひあの引き続き見てください。はい、お願いします。